こんにちは、ヘケケでございます。はいはいはい、今回は松平家プレイ完結編でございます。前回は織田家を終わりから追い出したところからゲーム開始、今川、斎藤、織田から再三襲撃を受けたものの、これをうまく跳ねのけつつ長篠城を獲得しました。さらに二俣城を攻城戦の末落としまして、一気に掛川城まで獲得。これにより今川とのパワーバランスは完全に逆転したものの、今度は武田家と隣接することになりました。今回はこの続きからとなります。ちなみに今回の目標とルールはこんな感じ。それでは早速始めていきますぞい。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ようやく今川とのパワーバランスが逆転したな。今まで散々攻めてきてたけど、これで少しはおとなしくなるんじゃないかな。でも武田と隣接したから、今度はそっちから襲撃を受けそうだけどな。まあ多分間違いなく攻めてくるから、早速対策しておくわよ。ということでまずは矢倉持ちで能力優秀な城主大久保忠世さんを、長篠城から二俣城に移動。さらに城の緊急修理と通常修理を並行して実施、一気に城の耐久を回復します。そして、青楼持ちの人材を入れたいところだけど、いい人がいなかったので一旦保有。ついでに掛川城の城主もいい人がいなかったので保有してたんだけど。予想通り武田が動いたわ。2万か。まあどうせすぐに来ると思って部隊を貼り付けてたから、迎撃自体は問題なくできるわよ。織田が来たな。吉田城は防御拠点化してあるから問題なしよ。斎藤も来ましたが、こっちも防御拠点化してあるから大丈夫大丈夫。そんなわけでまずは武田の先行部隊を軽く撃退。このすぐ後、今度は斎藤家との攻城戦。この攻城戦は、道さんが本丸まで攻め込んできて結構ピンチだったんだけど、なんとか守りきって優勢勝利。ここはいつもギリギリだな。勝ってるのでよし。さらに続けて織田家との攻城戦。あ、ちなみに現在の織田家当主はこの信広さん。信長の囲碁系に当たる人ね。残念ながら能力はかなり平凡なので、この人が当主になってから織田はほとんど活動しておりません。まあうちに殴りかかってはやられてるからしょうがないかもな。当然この攻城戦もパッとせず、青楼どころか城門にやられて敗北する始末。何しに来たんだろうな、この人。あとは遅れてきた信玄を、さっと撃退しまして、ようやく落ち着きましたとさ。多分武田も定期的に攻めてくるだろうからちゃんと対策しないとな。ということでここで配置替えを少々。まず、城主を入れてなかった掛川城に、鳴海城主をしている矢倉持ちで能力優秀な酒井忠次さんを配置。で、鳴海城の城主には、やっと侍大将に出世した前田利家さんを入れておきます。そしてさっき大久保忠世さんを移動させて城主不在になってる長篠城に、いつの間にか過労まで昇進してた秀吉を配置。昇進スピード半端ねえな秀吉。ちなみに信長より出世してるわよ。どういう関係性になってるのか気になるな。それから肝心の二俣城、悩んだ末に矢倉持ちのわけで光孝さんを入れておきました。なんか忠誠やかかったような。まあそれで悩んだんだけど、代わりに入れられる矢倉か青楼持ちの人がいなかったのでしょうがないわね。それでこの配置替えの直後、狙ったように武田軍1万が進軍開始。今回はしっかり攻城戦の準備をしたので、迎撃の部隊は送らず、そのまま二俣城にて攻城戦に突入。この城は、ルート的に武田側からは北の方向からしか攻められないので、敵からしたらかなり攻めにくい構造になっているわね。そのルートに矢倉置いてるし、向こうからしたらかなり厄介だろうな。でもその矢倉へのルートも、城門へのルートも、どちらも2方向から攻められる構造になっているので、こちらも守りやすいとは言えなかったりするんだけど、でもうまいこと強撃を食らわないように立ち回りまして、なんとか隙を削りきって勝利。まあでも結果的には安定して勝てた感じだな。
とりあえずこれで甲状腺だけで武田は処理できることが分かったので、兵力を回復させてから今川の引間城を取りに行こうと思ってたんだけど、武田軍8万が攻めてきたわ。これは向こうも本気みたいだな。で、大量の部隊がゾロゾロ来るので、ワンチャン異空中異常を狙って部隊を出したんだけど、接敵寸前で二股城の甲状腺が開始。6000対5万6000、なかなか厳しい兵力差だな。まあでも攻めてくるのは1ルートだけなので、今回も敵の士気が底を突きまして、無事勝利。この兵力差で勝てるならもう落ちないだろ。ここそれで、この異空で出した部隊が戦う前に敵がいなくなってしまったので、そのまま引間城に進軍したところで今川の襲撃を受けました。甲状2万に今川3万か。ちなみに掛川城は二の股城ほど甲状腺の準備ができていないので、引間城攻めを中断して迎撃に行こう。異空で吹っ飛ばしたいので接敵タイミングを微調整していたら、斎藤も来ました。まあ向こうはほっとけいいだろ。で、今川の方は質で圧倒して勝利。斎藤の方も楽勝でした。ここは櫓4つになってるからもう落ちないだろうな。そしてこの後、火災を導入。金銭収入が 40% 減る代わりに、全部隊の鉄砲レベルがプラス5される。のぶちゃんの鉄砲補給の特性を入れてみたわ。織田と戦う時にいつも苦労させられるやつだな。いつも散々やられてるから、今回はお試しで使ってみるわよ。それで、改めて引間城攻めを開始。途中武田が攻めてきたものの、今回は気にせずそのまま甲状腺に突入。この甲状腺は割と余裕を持って勝利できまして、ようやく演習まで平定できました。武田の方は3戦ほど野戦をして撃退。これでひとまず落ち着いたので、いよいよ大量に進行。落ち着いたとか言ってる割には武田から寝ちゃってるんだが、こっちが動くと連動して動くだけだから無視していいわよ。どうせ二股城は攻略できないだろうしね。あれ、織田軍帰って行ってない？どうやら斎藤に攻められてるみたいね。ということで引いていく部隊が十分離れるまで一旦待ちまして、離れたところで再び進行。そして残っている部隊を合戦で倒しまして、鳥羽城の甲状腺の前に武田軍の処理。今回も優勢勝利だったな。そして改めて鳥羽城の甲状腺。この戦いは重要施設が少なかったこともあって、余裕を持って倒せまして、異空で岡脇城とあの鬱城も獲得。小屋をだけももう終わりだな。甲状腺で兵糧を補充できたので、続けて亀山城にも進攻したんだけど、六角来たか。まあでも1万くらいなら余裕だな。ということでさっきと亀山城を落としまして、すぐに折り返して六角の迎撃。とりあえず六角も大したことないことが分かったわ。大したことないにしても、防衛のこと考えると伊賀上野城あたりまでは取っときたいよな。確かに敵の進行ルートは一つに絞っておきたいので、一応伊賀上野城を攻めてみたんだけど、さすがに兵糧も兵力も限界だったので、ここは無理せず撤退することにしたわ。で、この後の織田家ですが、従属させることに成功しました。まあもう一城しか残ってないから余裕だな。そしてお次は斎藤家に進行。さっと2000ほどやって、岩村城を落としたんだけど、なんか勝手に信長が城主になりましたとさ。そういえば一回確約20年でこの城信長に渡してたんだっけか。あの話まだ生きてたんだねー。私はもうすっかり忘れてたよ。というわけで信長があんまりでかくない城の城主に収まりましたとさ。信長の使い勝手が悪くなってしまった。それからさらに続けて金山城にも進行。ここも無事落としました。この後、武田からの進行があったので、これの迎撃に当たってたんだけど、
この途中で斎藤家が大垣城を落とされまして、そのおかげで従属させることができました。これで一応美濃も平定だな。で、木曽福島城まで取ったところで、長尾家が動いて武田の桜洞城を取ったので、台中が削れたところを狙ってここを獲得。これ以上北に行くと防衛が面倒になってくるので、とりあえずここを北の国境線にすることにしたわ。そして西の方は、伊賀上野城を落としまして、ここを国境線として確定。これで北と西は守りやすいところまで取ったから、あとは東に進んで今川を従属させれば目標達成だな。そんなわけで早速今川を攻めたいところだけど、この今川の駿府城、現状かなり硬いのよね。兵力2万相手の攻城戦な上に、武田と北条からガンガン援軍来るんだよな。しかもここを攻城戦で取ると多分威風で全部吹き飛んで、今川家が滅亡しちゃうのよね。滅亡させるの禁止のルールでやってるからそれやったら失敗だな。一応跳躍なんかで城の耐久を減らせば威風の威力は落とせるんだけど、吉本の能力が高くて跳躍全然通らないのよね。あの人値190超えてるからな。さすがの三英傑でも破壊の成功率は困難だから、耐久削るのは厳しいわね。じゃあ火兵で攻めて出てきた部隊を叩いた後包囲とか。それもやったけど、あいつ適度に兵を残して出てくるからうまくいかなかったわ。ということで、迂回して後方から先に落とすことにしました。迂回って、どこを迂回するんだよ。決まってるでしょ。信濃と甲斐を通るのよ。完全に武田倒すルートじゃん。駿府の前で小細工してるよりこっちの方が早いわよ。ってなわけで、早速防御拠点化してある松尾城に進行、と見せかけて。この城はスルー、さらに後方の高遠城に向かいます。で、さらに後方から出てきた部隊と、慌てて追ってきた松尾城に待機してた部隊を巻き込みまして、合戦。結構いたように見えたけどお互い3万くらいなんだな。まあ向こうは国衆ややられかけの部隊もいるからね。おかげで余裕を持って勝てたわ。そしてこの威風で松尾城の支援拠点である二条が寝返り、これで松尾城の兵力が減ったので帰りがけに攻略しまして、一気に南信濃を抑えました。なんか武田家攻め出したら意外と大したことないな。それで落ち着いたところで再度進行、林城手前で再度合戦となりまして、これは物量でゴリ押して勝利。この威風で敵を一掃できたので、このまま武田本拠の躑躅ヶ崎館に進軍しまして、無事この城も攻略しました。そして長尾家の対応なんかをしつつ、駿府城の東にある神原城を攻略。これで今川はあと2城、滅亡寸前まで追い詰めたわけだな。そしてゲーム開始から21年目、いよいよ今川にとどめ、じゃなくて従属させるために進行開始。武田や北条が迫る中、駿府城を6万の兵で囲みまして、最後の交渉。この降伏勧告で、従属を要求しまして、武将を1人もらえるらしいので、直虎をゲット。これにて目標の、東海統一、を成し遂げました。いやー、今川の従属にかなり手間取ったけど、なんとかなったな。まあなんとかどこも滅ぼさずに東海統一の目標は達成できたんだけど、個人的にはこのチャレンジ、失敗だったりするわ。え、ちゃんと目標達成したじゃん。いやいや、この元康くんの顔見てよ。もう元康くんじゃなくて、立派な家康顔になってるのよね。確かに一気に老け込んだな。こんなのもう元康くんじゃないわ。チャレンジ失敗よ。いやいや、そんなの誰も気にしてねえだろ。はい、お疲れ様です。今回はこれにて終了です。いやー、それにしても今回の松平プレイ、なぜだか全く人材に困らないプレイになってしまいました。松平家はもともと人材豊富なので、難易度上げるために滅亡させるの禁止のルールをつけたりしたんですが、全く意味なかったですね。やっぱり最初の人材が優秀な勢力は何やっても強いです。よし、次からはもっときつそうな縛りを考えよ。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。